川辺村は、愛媛県の南予地方にあった村。2005年1月11日、大洲市、長浜町、肘川町と合併し、新しい大洲市となる。松山市から約70キロメートル、北群東部に位置する。肘川の支流の一つである川辺川の上流域に、あたる。四方山に囲まれ、東は、小田町、西は、肘川町、南は、野村町、北は、 内子町、伊か崎町に接しているが、肘川町を除きいずれも山で接しており、それぞれの町との往来も、険しい峠道を越えてになる。地形急峻で、全面積の8割以上は山林である。中世からこの地域は、壁号と呼ばれていた。戦国期のものと見られる古城、鳥出の跡がいくつか、村内にあるが、大規模な戦乱の舞台になった記録は見られない。近世はじめに、 大須藩領となる。1623年、新谷藩の分藩により、川崎が新谷藩領となる。川辺村の系府、昭和の合併、東上郡海部木村、横林村の一部、境界変更、町村政治市以前の村、明治期、か、町村政治工事昭和34年11月3日、大谷大谷村う、町政施行、中井谷肘川村、 肘川町、明賀谷上川村、上川、山鳥坂山鳥坂村を、宮谷川辺村川辺村、横山、上松奥南村井、土地谷上受名郡、平成の合併、中津受け村の一部平成17年1月11日、川崎編入新設合併、え、大寿市、大技上川の一部、大川村へ、大寿市、 長浜町。アメージ42年4月1日合併衣装は18年4月1日、編入。マイナス省は18年4月29日合併。マイナス省は23年4月1日協会変更。お引く省は26年1月1日分立化省は30年2月11日協会変更。大須市等の平成の合併衣以前の系譜については、 それぞれの市町村の記事を参照のこと、中学校、小学校、洋大津駅からバスを利用する。県道肘川町との境付近に建設予定の山、鳥坂ダムの建設の構想が持ち上がって長年経つが、付近の道路が水没地になることから、ダム建設の概要が定まらないことには、道路の改修が事実上ストップした状態となっている。 険しい山肌を中央線もないような道路がうねっているが、大型車との離合もままならない状態である。この道路は地域外と結ぶ生命線であり、ダムの早期建設着手、工事用道路を含めた早期整備を村民は待っていた。ありがとうございます。